こんにちは、マナビズの矢沢です。僕自身のですね、初の著書である6時間古典文法はですね、好評発売中でございます。この動画はですね、この6時間古典文法の中に収録されている、授業動画であったり、雑談の切り抜きになっております。ぜひサンプルとしてですね、皆様お楽しみいただければというふうに思います。はい、休憩がてらの雑談タイムでございます。はい、挑戦すらしてないのに諦めていないかというようなテーマでね、今回は話していきたいなというふうに思うんですが、これをちょっとね、伝えるときにですね、僕がよく使う童話があります。それがサーカスの象というものです。サーカスの象、ちょっとね説明していきますね。あるねサーカスに、お父さんと、息子の2人で、サーカスに、行きました。そしたらですね、いろんなそのサーカスは、すごい、模様になってるわけなんですけど、一匹の象がね、めちゃめちゃ体の大きい象がですね、小さい、木の杭に鎖でつながれた象が、いました。その男の子がですね、お父さんに聞くわけです。お父さん、なんであの象って逃げないの？木の杭抜こうと思ったら抜けるじゃない、なんでなんで？っていうふうにお父さんに聞きます。そしたらお父さんはこう言います。サーカスの象はね、小さい頃からあの木の杭につながれていたんだよと。小さい頃は一生懸命頑張って抜こうとしていたけど全然抜けなかった。その記憶がこびりついて大きくなった今はもう抜こうとすらしないんだよ。こういうお話ですね。はい、もうほんとね、いろんなことが詰まってるなというふうに思うんですけど、僕たちって大人になるにつれてですね、大きい夢とか目標っていうのが掲げれなくなってきます。そういう生き物ですよね。おそらく幼稚園とかその頃には、スーパーマンに僕はなるんだみたいなことをね、言えてた子もですね、今高校生ともなるとですね、スーパーマンになるんだっていうふうに言える子って非常に少ない、かなというふうに思います。でもそれってどこかで、いやそれは無理だよなっていうふうな気の杭に、つながれてることってあると思いません？うん。で、その中で一回ね、本当に大人になるにつれてチャレンジってどん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 できなくなっていくんだけど、あれこれって昔の記憶とかなんか、これまでできなかったことをつなぎ合わせて自分がチャレンジすることから逃げてるだけじゃないかな。矢沢先生が言ってたサーカスの象の話を思い出して、あれちょっと俺、私小さい木の杭につながれすぎじゃないっていう風にぜひ思ってほしいなというふうに思うんですよね。っていうのも、高校生ぐらいだったらまだそんなことをね考えてないかもしれないですけど、僕今33歳、この撮影ね、動画撮影してるタイミングは33歳なんですけど、やっぱりね、このそれぐらいの年齢になってくると、周りの、人たちを見てると、本当に大きいことにチャレンジすることってめちゃくちゃ難しくなっていくんだなっていうふうに感じるんですよね。ただおそらく、16歳17歳18歳ぐらいの子がこの動画見てくれてるかなと思うんですが、そういう子たちがですね、あ、この人かっこいいな、こんな風な大人になりたいな、あ、この女性綺麗な、憧れるな、みたいな風になる、大人たちっておそらく今自分のできる範囲で収まるような人じゃなくて、何回も何回も今の自分の殻を破ってどん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 チャレンジして前に進んでいく人だと思うんですね。で、今大学受験で志望校があるということは、おそらく今の自分の実力では到底届かない、しっかりと一生懸命努力しなければ届かないところを、志望校にしてると思うんですよね。で、それが今できてるわけよ。今現段階でできてるわけよ。それが大人になったらどん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 できひんようになっていくから、それをちゃんと自覚した上で、自分は絶対にとりあえず手の届く範囲で生きようなんて思わないでいてほしいなというふうな話でした。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風におすすめする英単語帳診断であったり、総計マーチカンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。